加入戦術です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。中国が TPP へ加入申請書を提出。もうなりふり構っていないようですね。TPP への参加を前向きに検討していた中国が16日、正式に参加を申し込む加入申請書を提出したことが分かりました。これは予想外ですね。ところで、組織戦術の一種には、他の団体に構成員を入会させ、その団体を思惑通りに変質させることにより、効率よく勢力を拡大させる加入戦術というものがあり、これは左翼系の団体が得意としています。もともと中国共産党はこのような戦術で生まれたのですが、今回国ぐるみで行うあたり、さすが左翼の親玉の国といった感が拭えません。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また海外や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。9月16日付、日テレニュースによると、TPP、環太平洋経済連携協定への参加を前向きに検討していた中国が16日、正式に参加を申し込む加入申請書を提出したことが分かりました。TPP をめぐっては、今年日本がTPP 委員会の議長国を務めていますが、日本政府は中国が TPP の高いレベルのルールを守れるのか見極める必要があるとして慎重な立場を取っていました。今後、日本政府は議長国として中国の TPP 加入交渉に向けた手続きを始めるかどうか検討を迫られることになります。中国は去年11月に行われた APEC 首脳会議で、習近平国家主席が TPP について参加を前向きに検討していると述べていましたと報じています。この件について、成蹊大学法学部政治学科教授の西山孝之氏は、アジア太平洋は政治、経済、歴史、領土などでまとまりにくいため、緩やかな枠組みを作らざるを得ないとコメントしています。確かにその通りですね。かつてローマ帝国が支配していたヨーロッパやオスマントルコが支配していた中東ですら、今なお大なり小なり争いが続いていますので、そのような帝国が生まれさえしなかった環太平洋の枠組みくらいでまとまらないのは当然です。オカルト主義な方々の中にはムー帝国を信じている人もいるようですが、仮にあったとしても、それは太平洋内の帝国です。創作の世界にまで広げたとしても、私には環太平洋沿いに勢力を伸ばした国は、コードギアスの神聖ブリタニア帝国くらいしか思いつきません。うっかり話が逸れてしまいましたが、このような状況をうまく利用して勢力を伸ばしたのが中国であり、それを打破するために西側は TPP の拡大を目指してきました。というのも TPP は労働規制や知的財産権といった様々なルールも入っており、ただの自由貿易協定というわけではないからです。この基礎となっていたのが日米であり、日本は2010年代の頭から加入に向けた交渉を始めていました。岸田文雄外相は、このハードな交渉を長い時間をかけて乗り越え、2015年に TPP 締結の一番の難関と言われたアメリカとの合意を取り付けました。しかし、2017年にアメリカはトランプ政権に代わり、TPP からの離脱を宣言、岸田外相の今までの苦労の水の泡となったのです。私はこの時、岸田外相はなんてタイミングの悪い政治家なんだと思ったものでしたが、
6年経った今でもそのタイミングの悪さは健在です。それはさておき、上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘氏は、これが日本を撹乱させる目的なのか、それとも習近平の改革の一環なのかはわからない、日本にとっては青天の霹靂だと、まさかの展開に驚いている模様です。確かにどちらも十分に考えられますからね。ただ実際に中国が参加するかどうかはさておき、中国が参加するという報道には間違いなく雇用問題に悩むアメリカ人にとって TPP 参加の大きなネックとなり、今後 TPP 復帰への大きな足かせとなるのは確実です。トランプ大統領は TPP のバックには中国がいると主張して脱退しましたが、4年半経ってその主張は図らずも現実となってしまいました。社会心理学には予言の自己成就、これは根拠のない見立てや考えが新しい行動を呼び起こし、その行動が結果として当初の誤った考えをリアルなものとすることという用語があるのですが、まさにそれを字で言っていると言っても過言ではないでしょう。2017年時点で中国側に TPP を乗っ取ろうという発想があったとは考えづらいですからね。バイデン大統領はクアッドには前向きですが、果たして TPP の方にも参加するのでしょうか。まあ TPP に参加した場合、困るのは地方のアメリカ人なのですが、その多くが共和党支持者ということから、バイデン大統領は、たとえ自国民でも政敵なら容赦なく切り捨てるという民主党の大統領らしい決断を下すのかもしれません。ところで、戦術したコードギアスの作中では、新生ブリタニア帝国に対抗するために、超合衆国というグループができるのですが、作中終盤で、当の新生ブリタニア帝国がそのグループに加入しようとしたシーンがありました。このあたりの経緯は作品の重要な部分であり、ネタバレになりますので詳しくは言及しませんが、超合衆国の幹部が影響力が強くなりすぎるから、加盟するなら国を割ってほしいと皇帝に啖呵を切り、加盟の話はお流れになったという話です。この話、あまりにも今回の加盟の話に酷似しているように思うのですが、赤い皇帝にそれを強く言える人物が見当たらないことが、個人的には今一番心配に思います。今回のニュース、海外からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。突然アメリカがTPP から脱退したとき、私もかなりの衝撃を受けたのですが、今となってはトランプはまさに自分の足を自分で打ったようなものだと思います。中国は最終的に武力を使うので、TPP に参加しても何の意味もありません。今の TPP は小国も大国も一票ずつなので、不公平極まりません。一層議決権は国の人口に比例させた方が公平だと思います。中国は野蛮人どもに一体何を与えたのでしょうか。北朝鮮、ミャンマー、タリバン、ソマリア、イラン、みんな小切手しかばらまいていないんです。日本のような一部の先進国と比較すると、中国は市場アクセスの自由化に遅れをとっており、国営企業の優遇措置の改革やTPP 加盟国間で共有される国家補助金など様々な障害に直面しています。やっぱり中国の参加はかなりハードル高そうですね。中国は将来 TPP のリーダーになりたいと思っているに違いありません。そうなると中国は TPP を牛耳り、協定には従わず TPP を自らの利益のためにコントロールするでしょう。同感です。中国はきっと各種規則を守ることなく、様々な手を使い、自国に有利なルールに変えていくでしょう。
また懐柔不能な台湾が先に加盟でもすれば、中国は TPP から未来永劫を完全にブロックされるので、台湾より先に参加することが目的なのかもしれません。 TPP はできるだけ早く台湾を招待するべきです。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。 TPP は安全保障に関わります。物やサービス、関税、特許などルールにのっとった貿易は重要です。加入させたら最後 WHO のように絶対骨抜きにさせられます。あの国は自分の利益のためにはルールなんて簡単に破る国なのですから。一国が勝手に自分たちの思いのままに行動すると貿易なんて成り立ちません。韓国のように勝手にゴールポストを動かしたり、日本産の農作物を自国産と偽ったりすれば、日本人が食べていく術をも失うことにつながります。貿易は歴史とした安全保障です。だから中国や韓国の TPP 加入は絶対に認めるわけにはいかないのです。 WTO のルールも未だに守らない国が TPP のルールを軽視するのは確実です。安全保障にも直結するので絶対に跳ねつけるべき。そもそも他の国の包囲網として TPP が起案された経緯を忘れてはいけません。中国は一帯一路があるから、そちらだけでやってください。どう考えても TPP を乗っ取ることしか考えていないようだし、発展途上国を貿易で支配しようという全近代的帝国主義たる野望が透けている今、ためらうことなく申請を受理しないようにするべきです。日本は中国が TPP 加入基準に達しているのかを議長国として厳しく評価し、経済連携協定を遵守できない国だということを全世界に開示すべきだと思います。経営権を奪い取って株主の権利を毀損したり、技術移転を前提に輸入障壁を設けたり、国費投入前提の価格競争力維持、そして知的財産の侵害など、中国はやりたい放題ですよね。これを見る限り、中国は新世紀型のルールを創生する自由主義国家軍の多国間協定とは相入れない異質な国だということをさらに明確にするべきです。エコノミストの門倉隆氏はこの件について、中国はこれまで欧米に貿易依存をしていたが、アメリカとの対立は未だに続いているとコメントしています。まあヨーロッパともウイグル問題などで対立しており、せいぜいイタリアが中国寄りという程度の状況なので、全体としては欧米との距離は依然遠くなっている印象です。なので今後中国が自国の貿易を拡大し続けるためには、他国へ向けて新規開拓する必要があり、 TPP はそのいい足がかりになるということなのだと思います。まああくまで加入できればの話ですが、少なくとも日本とオーストラリアは反対しますので、全会一致でなければ加入できない TPP の末席に中国が加わることはありえません。いずれにせよ今後の交渉過程で中国の狙いがさらに見えてくると思いますので、こちらにも今後注目ですね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。